まずくはないけどよそのまんまっていうのトマトだった私は好きなんだけどなんかトマトって感じじゃないんですょ今うん分かる分かるめ、眠いしあ、こっちこっちこのや青たんのってやあ、なんでかさっき正規にあ、殴られたえ、そんな嘘をつくなや

<laughs> <laughs> さあ、始まりました。早見学校正規ラジオ、今日も一日、夜七日 <laughs>。一時間、よろしくお願いします。今日のマイク、私、はゆみと。イラミナ正規です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。旧正規とのハミの温度差、全然近くない。はあ。<laughs> <laughs> もね、これ、眠たいんですよ、本当に。<laughs> <laughs> あなたのこのなんか普段元気な感じああな中地さんっていつも元気なんだなって思うけどうん、うん、今日ちょっとイラッとしてるから、うん、<laughs> <laughs> <laughs> あなたが元気すぎることで僕はイライラしてるんですよ。いライラしてる原因もう一個あるんですよ。なんだだこれだよこれ <laughs> トマトジュースめめしい うっさいわ <laughs> あなたにそそのかされて買ったこのジュースいや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 ただのトマトじゃねえかよこれ <laughs> だってさトマト果実90%って書いてるもんいや書,いてる書いてるけど <laughs> ジュースとして販売してる限りさしかもバイアリースだからさ<ー>ちょっと甘いのかななんて思っちゃったねちょっとぐらいジュース感を期待するわなうんうんうん私もトマトじゃねえかよこれただの <laughs> いやっ 介護さんありがとうございますスプリームさんもありがとうございます本当はグレープが飲みたかったんだよなんだよいいんじゃねえいいトマトトマトサラサラでいこうよサラサラでおかげで目もちょっと覚めたけど髪もサラサラでいこうよやかましいよや <laughs> 髪の話すんじゃねえよ <laughs> まあまあマジ飲んで。今週もよろしくお願いしたいと思います。<laughs> <さあ S 1> よろしく、ほらほら、気に入って飲んでるじゃん。美味しそうに。<laughs> 一応と思わない <laughs>。い, <laughs> <laughs> いや、さ、怒んないんだよね。<laughs> もう嫌になっちゃうわ。ねえ、ねえ、ねえ、本当だよね。うんって、ほら、機長さんも久しぶりですね。機長が言うなら、いいか。<うん S 1> なんでよ <laughs> 早見はダメで、機長はいい。調子だからよ。マジで、めっちゃ茶惜しいだよね <laughs>。<うん S 1> <laughs> さあ、こんなんんなんで今日のテーマに沿ってはて、い、な <laughs> 行きたいと思います、うん、はい、はい今日のテーマ「勘違い!」絶対ある <laughs> と思いますがすで <laughs> にこのトマトジュースも勘違いしたゃ勘違いのような気がしますけど <laughs> そうだよねなんかねパッケージで勘違いされ、はい、しちゃうってあるんですよねだからな多いね、うん、だからな あ,のよくあるのが、だからなうるさいよや、きょ俺、ふってすぐ上かるからな、ニにゅん行くから、食堂とかに行って、何食べようかなっていうメニュー表の写真を見て、うん、なんだ、ばあや、しらせる、知らしら見てんじゃねえよ。 見れるでしょうか。<laughs> いいだろ別に見なくたってっ。喋 <laughs> ってんだからさ二人のさ。いやいやまあそれはそうだけど<あー>。味 <laughs> 方がイラつくなだ。だってさ。なんかこの稲葉う寄りで見てくるわけ。不調だ。マイクのあの<ー>なんていうスタンド。ああ、はい。正規さんの面のところにあってさ。いやまあまあ確かにマジな話してる時にちゃんと見たいんだよ。<laughs> <laughs> 見方がもう志村なん普通に聞いて分かってたから食堂とか行ってメニュー見て写真見てなんかとても美味しそうねっつって頼んで出てきたものが随分違ってたりとかっていうことあるじゃないですかあれ勘違いに入るのかこ勘違いに入るかお店の見方と見せ方見せ方ってことサンプルなんかも並んでてもうたまにめっちゃ美味しそうなハンバーグとかね 何なんだ今の行動よほっぺたを急に叩き出すなやマイクでぶつかった今の時距離感ねえな距離感そうそうだからそのサンプルと実物がなんか大いに違う時結構あるわけですわかるわそういう時にああちょっと勘違いしたなとか思っちゃう一応ねあるよこの時ってさよく写真ではなんかねナポリタンが綺麗いに大きく多く。 たまにフォーク浮いてる,る。そう。麺でフォークを浮いてるナポリタンがある。<laughs> あれさあ、子供心をちょっと傷つけるよ。 ナポリタンが多く浮いて出てくると思ってた小学校の時の違うあのサンプルははいいあの純粋な心が「あ」みたいな「なんで?」みたいなそのまんま来ないのみたいなそれだったら分かるお子様セットのゼリーがみかん味のゼリーだったのに何でか知らんけどプリンついてきた時口がみかんになってるからかるわプリンなって思った記憶はあるわ俺もに分かるそれ日によって変わるんだろうけど確かにデザートがね 違うデザート出てたり飲み物が違う飲み物出てたりするとちょっとショックなだよね<う>あのちっちゃい時の白玉をあと一個残していたはずなのに見当たらない時は多分数の勘違いなんでしょうけど <laughs> いやーあるなーそういうなんかありますよ食べ物系は多いかもわからなのの中に勘違い。をしてちょっとショック 大きいありますね。その時期は。まあじゃあ勘違いっていうこと。あなたでも勘違い多いんじゃないか。勘違い結構多い。勘違いっていうか、なんだろうね。うん信じやすいっていうのかな。ああ騙されやすいみたいな。そんな感じ。それと勘違いってちょっと違う気をするな。ほら勘違いはさ自分勝手にいいじゃないですかああそういうことね。騙されてないっていうか。ああ。 じゃああんまりいないかななか勘違いから僕ら二人も、うん、あの世間では勘違いやろうって言われてますから <laughs> そうでしょ <laughs> う今この二人勘違いやろうって言われてるから, <laughs> だからちょっと謙虚にもうちょっといかないとじゃあちょっとね勘違いやろう,うん、うん、名前を消すように今年は分からないらもう今日は謙虚にそうだよね。 ただただたただだ何切実にいやいやいやしてるわやろうやろういう話やってるわいやいやいやってことでこんな感じで皆さん勘違いねえ男性結構多いんじゃないかなと思ってあ男性はすぐ勘違いするでしょ多い多いよ女性のボディータッチだけで勘違いするって言っちゃった言ってたもん名前呼ばれただけで勘違いするそうでしょだから安易に男性の名前を女子は呼んではいけないわけええそう それはそうですよ。あそうなんだ。あ,名前あとあだ名つけてたりとか。あもうもう百パー。あの子あ,あの子だけが僕のことを特別に呼んでくれている。るね、ああそういう系ね。<laughs> <laughs> 怖いわ。い結構じゃあさ勘違いっていうよりか勘違いさせてる方かも。あなたですか？うん。あらあなたみたいな。友達と思ってるよね私は。いや女子からしたらそうだと思うけど。っとね。 乾杯とかしちゃうあなたみたいなタイプがいるから世の男性は「いいんだよ顔見なくてよ」「別によ画面見てろよ画面追加数を」「あなたみたいなタイプがいると世の男子はもしかして早見は」みたいなねちょっと勘違いされるわけですよ。はあ迷惑っちゃ迷惑いや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 私はただ友達になりたくて喋ってるだけなんだけどね。 うん、だからなんだろう今 <laughs> いちいちリアクションがでかいんだよな今日イラッとくるな今日眠そうだからさ早見、まあのリアクションにおうって反応するんだよねいちいち女性からの勘違いみたいなのは男子はもう大いにあるあ,あるんだからそこら辺はもうちょっと男子側もちょっと強ね。男性側の勘違いのコメント、うん 欲しいですね勘違いのコメント募集する <laughs> それもつらいわマジで送りづらいわ <laughs>、まあ、じゃあメールアドレスいっておきましょうかでは宛先が 797-FMG ワンドットコム 797-FMG ワンドットコムまでお待ちしておりますあなたの勘違い教えてください、はい、さあ、うん、オープニングのもちゃましょうか,あまかそ分かりましたじゃあスタートスタートをつのやつをーーはいはいはいいいはいはトはい ではうわ今日はどういった曲が流れるのでしょうかいたいたよかった知ってる歌ありましたでしょうかはいはいあのー、月曜日、うん、今日夜10時からはいここで番組やってますはいブンバというお<ー>バンド野郎どもがいますいいですねその方たちに曲作ってくれる、はい 話はどうだったのああ、言っとくわ、今日,っっ今日。今日言っとくわ。<laughs> そんな軽い話でもないんだけど。あいつら電話番号教えてくれないんだよ、俺に。<や> <laughs> 危険時を感じた。拒否られてる、拒否られてる。<laughs> <laughs> 今日こそ,そ<う>、仲良くなろうぜ。聞き出してやるからな。お願いだぜ、頼んでよ。はい、えー。じゃあ、そのブンバのナンバーから一曲お送りしたいと思います。はい、リーチダスカイ。はい 勘違い、コメントこれなんか、なんか引っかかるんだよな。勘違い、コメント。いや、あってんだけどな、言い方。勘違いコメント、なか引っかかるな。<laughs> いいのかな、その言い方で。お待ちしちゃいまーす。<laughs> 言い方ないんか。ね、勘違い、勘違いエピソード。勘違いやろうと思からのコメント、お待ちしてますよ、ね。あ、そうだね。多分僕じゃねえからそれ。間違い。わし。

写真2枚同じのか勘違いコメントこのサイトにこのままですか勘違いコメントって本当におかしいね勘違いエピソードですね

あ、そうなのあ、まさいやし、今拾うのえそうだよ、はいにすぐ拾って、嫌だけどだってどうせそこから動かないんだぜでも忘れそうさ、今取らないとああ、そうなの後から取らないじゃん。とかも落としたらよいしょ、みたいなお、前、お前ははよいしょってよしああ。なんでさっきからこれあ、なんか あるの今日お悩みないからよあないのネタおよ、まあ、ネタっていうかまあお悩みじゃなくていいんだけど途中で入れようと思ってあなるへそじゃあ行きますよはい,はいはいさあ早見かっこ正規ラジオ今日のテーマ勘違いっていうことではい勘違いのエピソードお待ちしておりますみんな多いと思う勘違いは結構あると思いますよ ね、まあそのさっき言った女子からのアクションにいちいち勘違いする、うん、これも男子としては仕方なないんんでですよ <laughs> なんでだからももうう男子はもう直しようがないんで<ー>女子の皆さんにあんまそういうことしないでねっていうふうに言うしかないわけですよ僕は仲良くなりたいのにいやまあ仲良くなるなら全部全部なろうってう話です <laughs> 何全部ります。な <laughs> 何が何がよやろろ仲良くなるなら全部仲良くなろうよっていう話ですよ <laughs> そんな中途半端な仲良しは<ー>いらないよ、ね、ーええー、どっちかなんだ極端なうんおーなんかよくさ女子あの女性は友達になれるけど男性はそうと見てないらしいねって言うよねそうだよ <laughs> 何今のためらい <laughs> <laughs> だからそれを持って女ついつ気をつけることないよね大いに結構ですよ、でもこう男子にねお友達になりたいっいうところで、うん、ねえねっつって言うのはヤ、えート <laughs> は絶対友達にならないヤ <laughs> ートの勘違いはないな <laughs> んだ、マジで今の体の動かし方いいけどいいけどよ、いいどよ別になんかね、ツイキャス見て皆さん大きくない、私大きくないっていうか。 どどういうことどういうことなんかあのちょっとどこか触ったのかわかんないんですけどあ近いってこと近いあ確かに近いね近いしなんかぼやけてるっていうかああえじゃえ普段からこんな感じですかアなさんそうなんだいいいいじゃねえどうですか勘違いエピソードアナさありますか勘違いエピソードうんそうですねねえんだな急に近くなったんだねあ急に寄ったわけ これよくわからんよなでもな。なんかちょっといじったからだず。マイクから離れるのやめてください。そこ諦めてください。画面はもう。はい。てことで勘違いってことでこの間しょはい。土日。この間の土日あの沖縄市で全土 A さんありましたね。この間っていうか昨日。昨日ですね。はい。ありまして。FM 小座はい。もう特攻だったんですけど。ね中継ってことで。どんなでした？まあ楽しくできたんですけど。はい。 もうお祭りをさ行きたいなと思っちゃうのよ見てたらその家族連れだったりカップルだったりさみんなこう女子は浴衣を着てそううだね。こ来るわけですよ素敵だなと思って見ててねだからあのお祭りとかに例えばこう一緒に二人で行くならまあまあそれはいいでしょうけどその友達同士で行って女子とかがいるとあ これはと思う。やからもいるということです。ねえー、だからほらお祭りはほらバッとなるじゃないですか。なりますね。うわっ,ってなるから。興奮しちゃうよね。あの雰囲気は。<laughs> そ,うそうそう。で<あ>勘違いしちゃう。勘違いすること多いと思う。こらこら。<laughs> それは困る勘違いだよね。いやいやもうこれは仕方ないんですよ。だからお祭りお祭りはもう。お祭りのさ。そういうのひっくるめてお祭り。帰ってきた時のあの興奮度が冷めない感じわかる。あだ楽しすぎてな。あ,あれ何？ あれなあ、なかなか眠れなかったり。りはい、わかります、わかります。例えば、だからイベントで、あの仕事を終了した後でも。はい,はいはいはい。眠れないんだよ。わかります。ますあれも勘違い。次の日に。あれは、あれ、体、正直。 体正,直 <laughs> 体正直の意味がちょっとよくわかりませんけど <laughs> だからそういうことですよね、はい、みんなも女子はおめかしするし男子はかっこつけてくるからね,ね浴衣姿の女子が昨日歩いてたのね結構うん、うん、はいはい多かったですねあれ見るとね着たくなっちゃうんだよだからな来たいよ<お>最後に平成最後に来たいぜ 浴衣。あ浴衣の話をして。あそういうこと。繋がってるからさ。ああそう。なに、誰で話したの?。急に何言い出してんのかな。最後に来たかった。最後に。いやいや、まだお祭りまだありますから。ねあるんだけどさ、やっぱちょっと記念よ記念。あなた記念に浴衣を。全頭エイサー記念。ああ、あなた。いや、そでも、あなた散々浴衣をつけてきてるわけでしょまあ、なんだかんだね。うん。あの十年前ぐらいかね。 女子は普段ん会ってる人でも急に浴衣姿になると男子はおっと思うわけですよ。あなたに思いま浴衣の浴衣の旦那もあった今浴衣のどこセクシーを感じるの女性のやっぱ後ろいやいや多分普段と違う装いですよ言ったらだからそのまあ言っても日本人ですから僕もギャップとかそういったのもあら今度挑戦しみよう。 だから、あなたには何もない。<laughs> 違う違う何も思わない。世紀の前じゃなくてもさ。ははは違う時にさ。なるほど。頑張ってみようなんて。 思っちゃうんですよ。あなたの場合もうちょっと頑張った方がいいから普段から頑張ってない的な感じ。ジョジョは。浴衣持ってるもんなのみんな。やっぱりそうだね。あの安くでちょっと手に入るってことで。あ、そうなん？いやなもういく相場がいくらぐらいするのかとか、その着付けができるとかできないとか、もそういうのも全然男子はわかりませんから。簡単な感じが今あって。あ、そうなん。そうそれでうんもう何千円ぐらいで買える感じ。あ、そういうのもあるんだ。そう。 そうなるとやっぱりね、<ー>このシーズン、なんか買っちゃおうなんて買っちゃって、何着か増えちゃったっていう。うーあーやっぱシーズンごとに、あ、でもあれって流行りとかそういうのないで,しょあるんですけど、ああ,あるあるある。 だけどそんんなななになんか乗らないよね浴衣が今これ流行ってる<ー>これ買おうとかじゃなくて昔なんかデイジーミジミニスカの浴衣を着てる女子は見たことあるけどもう浴衣でも何でもミニスカはいいんだなと思ったけど、うん、あいいんだやっぱり短ければ短い方がいいよ、まあ、何でもそうだけどやっぱりロングの方がいいんじゃない ちょっとちらって見えそうな感じだけど見えないみたいな感じがいいとか言ってたよねねねねね浴衣ならではのな確かにそういう意味では俺スリット大好きだからねあれ嫌だななんでよ右がいいって言ってなかったらどっちを右スリットな何よいや右スリットも左スリットも好きだけど本当に好きなのは両方スリットです嫌だ両スリット両スリット <laughs> 両方出てるからスリットがもう腰ぐらいまであるやつあれだろうああ,あいう系がいいのあれの両スリットはもう履いてないも同然ですから <laughs> ですね男からしたらあらじゃあそっかあれがいいんだなんだっけ前提灯ってどういう <laughs> な何下ネタ言おうとしなの急に<う> <laughs> 何なんですかあんたふ <laughs> んどしとかがいいんだいやふんどしは、まあ、女子のふんどしは違うわ <laughs> もう意味が分からんもう混乱する そういう話してんじゃないんですよだから見えそうで見えないのがいいよっていう話でスリットっていや出てるけどもふんどし女性はかないから違和感があるでしょっってんのいや分からんよ目の当たりにしたらおおっと思うかもしれんよ分からんけど言えちゃう見たことないからいいんですよそういうの別になるほどね さあ、はい、じゃ、そ、まあ、そんなあなたに、ちょっと聞きたいですけど、お祭り感あるんでしたら、もうどうぞ。はい。なんでも。ええ、お祭りで食べたい屋台のメニューは何ですか。今手元にランキングもありますから。私、ありますよ。うん、これ入ってないと、あなたもうビンタします。なんでよね。これ、あれでしょ沖縄のものって、やっぱり、本土の違うんじゃない。まあ、一般的なメニューで、って考えていただければ。私は焼き鳥ですよ。 <laughs> ピンタですねなんでですか <laughs> 焼き鳥入ってないんだいベスト5に嘘だよ焼き鳥ないと祭りじゃな,くない、ね、いやわかるよわかる焼き鳥はわかるうまいのは<ー>ただしただしですよはい、はい、入ってないんですよ一応ね今男性の食べたいものベスト5、はい、女性の食べたいものベスト5って2個あるんでなる一応、えー、男性から発表していきますと1位 1>、はい、焼きそば 焼きそばはまあ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 鉄板ですよ2位たこ焼きこれももう決まり3位ビールあこれも入るの飲み物じゃんこれジャマミン行ってたビール一番うるさい4位かき氷かき氷もいいね5位フランクフルトというああ女性あなた焼き鳥とかうん言いましたね寝言言ってましたけどいやいや起きてますわ1位焼きそば

祭りでどっちかって言ったら食べたいってなるとやっぱり焼きそばお好み焼き系なのかなやっぱそっち行っちゃうわけよ男子は食べたいよ焼き鳥うまいの分かんだけど祭りの屋台ってそこそこ値段するでしょするねイカ焼きとかたまに800円とかする時あるだろふざけんなって感じなんですよ一応いカ焼いてるだけでこのやろうと思うだからそういうの考えたら焼きそばとかお好み焼きとかで まあ腹をある程度満たそうぜっことですよなるほどねあ女性から確かに焼きそばは絶対外せないっていうのはある焼きそばをすすりたいぜとかすすりたいうんわかるーデートでお祭り行って屋台のメニューで「何食べる?」言って「はいはい、たこ焼き」とか言われたら男は「うっ!」てなるからね、うん、えー、嘘うん、今度通貨を。 なんで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 ,なんで,なんで完全に俺のたこ焼きも舐めてくれみたいなこと思ってるからいやいやいや,いや何そこなん <laughs> でそこ行くの <laughs> まあ夜だけどさ、うん、ああいう雰囲気でそう思うのいやもうだからもう男子はお祭りに行く予定が立ったゃえ <laughs> おい一気にゴール目指すんじゃねえよ <laughs> 徐々に行こうぜ徐々に俺のフランクフルトもみたいなことは思ってるから絶対男子は <laughs> 絶対思ってるもん 私さもうさこんなややこしいのとかいいからさあなた次次みたいな行こうぜみたいなあなたみたいな女性は本当に頼もしいいや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 じゃないんだけどねまあまあそういうことですよだからそういうことを考える暇もあるんだね暇っていうかこういうことしか考えてないんだろうね女性だったらやっぱ食べたいだけのことしか考えてないからさその時のまあ女性は単純にお祭りを楽しんでるでしょうけど一緒にいて楽しい以上って感じかなああ。 まあそんなあなたにもう一個質問ですけど、えー、女性の屋台で食べたいというメニュー、えー、1位が焼きそば 2>,、うん、2位がたこ焼き、はい、で3位がかき氷、ねえー、でフランクフルトお好み焼き、はいはい、この5つの中で食べたいとしたら何ですかっていう話です。 なるほどこれもうリスナーの皆さんも考えてみてください一つ目は焼きそばたこ焼きかき氷フランクフルトお好み焼きの中で何何を食べたいかっつう話ですこれ何何これ何何とか心理テストみたいな感じそうですうそだよこんなの心理テストある一応ねうん、んななとく 一応あります。ええ、何が食べたいかで決まるってことね。あた、でも、あら、ナチミンさん、いいですね。結果がねえやつもあんな。ナチミンさんはフランクフルトですね。あ、はいはい。あ、フランクフルトね。へえ。もう女性の鏡ですね。え、じゃあ私はえ、どうしようかな。焼き鳥。焼き鳥。うん。ランク。ランク外のものをあえて言ってくるとは恐ろしい人ですあなた。 まあそんなあなたみこして一応焼き鳥も用意してますあるんだじゃあ焼き鳥焼き鳥はさ絶対外せない焼き鳥は外せないあなた今ちょっとコメントあまり控えた方がいいですよこの結果ええー、焼き鳥の結果あまりよくないですからええー、外せない言ってたらちょっと大変なるよそじ,じゃあ帰る帰るビールビールじゃあたこ焼きから行ってみましょうねビー,ルはビールビール ビール？ビールはないんですよ。もう。まいか。太古さんはお好み焼きチーズ入りってことで。お好み焼きね。はい。不倫の恋を楽しみたいタイプです。あら。お好み焼きの人。はいそうです。へえ。太古さん好きそうだもん。太古さんイコール不倫の恋を楽しみたい男ですよ。感じ男。ああもうこの写真からしても不倫。名前も太古だしな。逮捕逮捕とは言ってないわ。 逆に大吾の意味側からんツッコミを欲しかったわ俺はあ,のあなた乗るから乗るからなんでどら忙しくなるんの思ったけどなんなの流せばいろなんでもいいわ好きにやってくれよあそかオッケーしてしてしてフランクフルトのチミンさんのフランクフルトはスケベですね答えよ雑か <laughs> ちょないんだわフランクフルト手元に 言っといてなんだけど、ごたく言っといてなんだけど。ちょっ,っ今切れたので再生しますね。ちょっと待ってくださいよ、正貴さん。はいはい。はい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 あのランキングのこの結果がないやつはちょっと雑に言きますからね。はい、ちょっと申し訳ないですけど。 さあ、だ今のところ太語さんは、太語さんはえっと不倫の恋を楽しみたいタイプ、不倫する相手もいねえってことなんですか？なちみんさん和介ベイタク、多い性器、マジおい性器だよな。ってことです。問題はあなたですよ。なんでしょうか？焼き鳥焼き鳥、なんで焼き鳥美味しいさね。はあ、なんですか？ちょっと苦い顔してます。そこら辺にしといた方がいいと思いますあれ。

食べ物とこれ一緒じゃないんだってあの食べ物食欲と性欲はなんか精通するところがあるらしいというい、ね、ことからこれ一応僕が考えてないですからちゃんとネットにあるからそこまで言わなくていいよ俺が考えたに就って。 完全にあなたはもう、キープオーナースキープオーナスなっちみんさん、さすがはやってなっちゃうじゃないのちなみにね、わたあめとかを選んだ方はあマイクを動かすんじゃねえよちょっと犯人ぶつかってほしかったやめろ、やめろはいわたあめ選ぶとですね、合コンでお持ち帰りされることがあるらしいふわふわしてるからあな多分そうそういうことだと思うやっぱり何かに欠けてるんだろうね、例えばなんか焼き鳥も複数なんかついてるじゃん あ、はいはいはい。そういう感じかな。複数。なんか。キープしたい。キープしたい。こら。鳥がいっぱいつついてるじゃん。ちょっと。絶対そういう意味だと思う。で、フランクフーと何。スケベ。だから、フランクフルターもまんまつを話してた。だから。そんな中、一応ですね。はい。女子も男子も、一番食べたいメニュー、焼きそば。 焼きそばはいはい、はい、焼きそばはもう遊びの恋はしないタイプという,う素晴らしい結果も出てだ大体の方はそうなんでけ怪しいよんで焼きそばも怪しいよきっと怪しい要素がないやし焼きそばはそうかねうんバカ野郎 <laughs> <laughs> お前言い方じゃねえかよそれよ何がスルスルいっちゃうよかよ違 <laughs> そ,れそういうのやめた方がいいですあなたなんでだから勘違いやろうがと寄ってくるわけですから いやいやいや、そういうのよく、そういうのよくないわよ。普通は、ずず、すうじゃん。す、うけど。<laughs> ほら、怪しいじゃんね。いや、怪しくはないわ。フランクフルトと比べてみろ。<laughs> 全然、フランクフルト美味しいじゃん。い美味しいよ。<ー>何かちで食べるタイプ、フランクフルト。私はさ、うん、ちょっとずつ。<laughs> じらすタイプ。<laughs> い,やい,やいや、いや、いや。 そのまま、そのままいくタイプなんすけどね。あ、まあ、そういうのがあるらしいです。でケチャップとか、マスタードが美味しいからね。うまいよな。あれも味わいながらね。ちょっとペローって。<laughs> なんか嫌だ。もうやめようか。普通に言ってんだよ、これ。まあ、だから普通に食べ物こと言ってるんだけど、なんかそういう風に聞こえちゃうんだよ。な<あ><ー>一回落ち着いて、いつものコーナーいきましょう。落ち着く、も何も。<laughs> さあ、人生いろいろのコーナーです。 メールも来てまますすね、ありがとうございますメールも紹介しましょうね,うねこのコーナーの後にねあそうですねあんまりよ俺なんか下ネタにいかんこうぜじゃあ下ネタ言ってない私普通の、はい、あのすするとか言ってたやしあれはさ焼きそば食べる時のあとさあ人生いろいろのコーナーでございます <laughs> <laughs> このコーナーはですねあのお悩み相談コーナーとなっておりまして早見 <laughs> と正規でズバッと解決しようじゃないかというコーナーになっております本当 <laughs> 入り方が天才ですないやいやいやプロスプロいやもう全然とんでもないですもももう本当にさあどうでしょうか今日のお悩み来てますでしょうかはい。実はですね、はい、今日お悩みが僕の方に来てないもんですから,ら,らうんちょっとね困ってるんですが困ってるの ら今うは助け人がいるじゃないの今日実は嬉しいことにギャラリーでそうですね10名ぐらいいるのでその中選びましょうかはいはいちょっとお二人ちょっとそうですね帽子かぶってる方がちょっと気になりますね眼鏡<あ>のはいはいじゃあその方にちょっと、うん、ちょっと呼んでいただくといいかなと思うんですけどもはい、はい、さあ、はい、もうそうですねマイクの方も渡して今日のお悩み相談コーナーも。 正規ねえ本当ですよ悩み相談コーナーは深刻の悩みになってますのでね、今日ももう悩んでる顔してます、笑顔が薄れた悩んでる顔してますが、どうしたんでしょうね、はい、はいねえありがとうございます。 悩みありますか悩みがあるってことで今日来てくれたんですけども、はい、じゃあ早速カウンセリングの方をじゃあカウンセリング <laughs> いつからカウンセリングオーバーにいった方が伝わるのかなとそうだね,そうだねはいじゃあ早速ご紹介していただきましょう、はい、中瀬さんお願いしますお願いしますお名前の方をはいはい貴様、はい、ありがとうございます機長さ,さんは言ってもこのお悩みコーナーの常連ですから <laughs> 嫌だね、お悩み相談の常年ってね。いや、だけども今までさんざんこの解決してきた中で、でねうん、まだ悩みあるんかいっていう。そうですね。まあ、でも日々悩みあるのよ。あるのか。ありますよね。早速聞あるんですよ。あるんかい。まだ,まだまだ。 はい聞かてくれやそう私毎日土曜日は月曜日はサザンブリーズの観覧も行くんですけれども毎週来てますもね毎週来てるんですけどサザンブリーズですねここでやるのかはたまたビーチでやるのかが私ですねいつも5時に終わるので放送開始には間に合わないんですけれどもそれから 向かうののであ一応このなんツイキャスで見て画面の後ろの様子を見てから「あ<ー>あ<ー>今日はビッチだ」と「なるほどー今日はこの FM 議論案の放送か」と分かるんですけれどもなかなかあの時間ツイートしてくれる時と 会場してくれない時があるので、もうちょっと早いに分かる方法がなんかないからと。なるほど、確かにこれは切実な悩みですね。ねえ。えとこのスタジオとトロピカルビーチのスタジオ距離ありますから、移動時間ぐらい十五分ぐらいかかっちゃうから、そうですね。時間帯的にちょっと混む時間帯でもあるので、はいはい確かに確かに。この一歩間違ったらダメージがでかいんです。確かに。はい。安君に聞くっていうのはどうですか。 直接直接 DMDM であなるほどあ、でも相互フォローなってないの DM ができないんです規と一緒着信拒否俺は貴重とあのもうつながってるからそうあのフェイスブックでメッセンジャーでくればフォローし合ってるからなるほどなるほどじゃあもう仲良しってことね言っても僕に聞いても分かりませんからねそうですかなんでかっていうと基本ね 雨降ったかからここと晴れてる時こことかどういう基準で選んんででるすか基本的に夏場はビーチなんですけどその天気の様子とかあと機材の具合でスタジオになったりすることがあるんですよ。今回こっちだったのは昨日あの FM 小座さんがあのエイサーあったんでこれはお家に出る時にこれはまあ99%。 98%ぐらいこっちじゃないかなっていう読みはしてたんで読み通りっちゃ読み通りだったんですけどすごいそ,<う>それはすごいね僕ですら知らなかった、うん、分かんなかったですよそ <laughs> れは多分じゃないかとへじゃあこの,あの何でしたっけうんんで毎回うん、うん 行くっていうのもいいいいんじゃないですかいやでもねこれ一応番組として一応どこで放送するのかっていうのは事前に知らせておいた方がいいとは僕は確かに思うんですわうん、うん、確かにいやこれはやっぱあれだなどうにか方法を考えた方がいいですねこの FMDBAN さんの,あのなんかツイートのアカウントでちょっと「そうですね」ビジとか分かりました、はあ、これは僕ちょっと言っときますわお願いしますなとよなんかちょっと どっちかにしてって <laughs> っててうんどっちかにして知らせる前もってのほうがやっぱり一応さっき早めに知らせるとは言ってたんですけどあすあのセーフティーネットは必要かなとあ<ー>お二人と忘れてしまう可能性を考えたら<ー>はい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  ちょっと10分前でもいいからね早めにわかると当日しか決まらないんで確かその10分15分ぐらい前にしかもしかしたらそれだけでも助かっちゃったりする10分前だったらまだもうちょっと1時間前ぐらいだったらぐらいがいいやっぱりそうだねすぐでも抜けてもらえればそうですよねじゃあそういった感じで ちょっとね、正規、うん、さんが持ってるので。わかりました。じゃあ、もう解決方法としては。うん、はい。ええー、機長の勘を頼るということ。あんなに。あんなに、なんか色々ろいろいろ正規が。や、僕、力ないんで。いや,いやいや、ちょっと,そこのところ。バ、バイトだから、俺、いやいやいや、バイトでも関わってんのが一番。<laughs> あ,あ、そうです。<laughs> まあね<う>でも大吾さんも言ってますね予想しかないかなっていうことで晴れたなもうあっちに行くとかうん、うん、ちょっと曇ってるなとか天気予報と前日に,前日にあのこの出張放送があるかどうかをう把握しておけばそれに基づいていけばいいということですねうん、うん、基本的には月曜日来ていただいてるんですか えっとサザンブリーズは月ーです月水木金は興味ない水木金は木曜日はひとみんさんがあなるほど。8時に合わせて夜の番組があるからど水曜日は特に興味ない水曜日は運休ですね運休休休みも必要ですね金曜日も興味がないっていう 機材の調整何を言わしたいんだろうな、俺は。いや、もう十分です、もう応援していただいてるだけで。分かりました、これ、ちょっとね、うまいこと考えて、ただ、ビーチでの放送は、多分9月いっぱいか10月いっぱいか、夏場の間だけなんで、そろそろ問題も解決するかなみたいな。耐えるっていう方法もありますけど、1か月だから。ありがとうございます。 とちょっと正規の一言でちょっとねあげるっていうことで DM しますはいありがとうございますさあ、よご失礼しました解決解決失礼無事解決いたしましたありがとうございましたもう一方もう一方はいもう一方悩みがあるかどうか聞いてくださいだけかまあ機長さんもいいってかなりの拒否をきております 悩みを聞いて機長が代わりにじゃあ相談してくださいはい悩み多分あるあるある,あると思うんであるんだなくてもあるんだ絶対悩んでるはずですよあ例えば例えばうんもうちょっと袖が欲しいとかいやいやカレーはファッション <laughs> あそう <laughs> のね今暑いからねまあなーノースリーブ着たいっていう方もいると思う ただこのビーチかスタジオかっていうのは確かにはっきりさせた方がいい、ね、難しいですよね私もねサザンブリーズ担当した時あったんですけどやっぱり雨とか曇りの時は、ねうん、あっちにもお客さんいないってことでそうだよねそうそうあ,あなたがやってた時に僕ゲストで行ったことあるんですよ、うん、ああだったでその後僕月曜日担当してたんですよちょっとだけ海でやるの結構いいよないいよ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 なあ、うん 結構あのー、この時間帯とかも良くて、あ、この時間っていうか、この七時から。スタートする感じの雰囲気も良くて。うん、はい。そう、良かったんですけど、もうここで今、ね、やってるんですけど。さあ、今悩みを聞いているのか、聞いていないのか。悩みあ、あ、り、ありそうですか。どうでしょうか。<ん>ね。<laughs> あ、いあ<ー>はいはい。好きな子の、あら。 か代わ,りに代わりにじゃあ <laughs> 機長機長がじゃあちょっとまたあらーまずいっぱい相談じゃないですかこれは大丈夫ですよ正規さんが解決しちゃいますので得意分野ですはい詳しいことは言えないんですけどもどういうふうにアプローチしてらいいのかあら<の>なるほど <laughs> なるほどね <laughs> じゃあお名前は明かせませんけれどももう一方いらっしゃる方のお悩みが好きな子がいるけどどういうふうに悩んでるのかわかんないんですけどめっちゃ笑顔ですね爆笑でございますがこれは完全にも解決ですはいどうでしょうかフランクフルトおごるですなんですかコンビニのうんあ美味しいんだよそれがフランクフルト二本おごるよって言ってコンビニで一本後で一本ですなるほどですねやだもう向かいやすぐ コンビニですからね。そうですよね。後でっていうところが肝です。<laughs> やだだめですよ。切実にって言ったじゃん。今日は。うん。ええー、どうあなただったらどういう誘われ方したら嬉しいんですか。そうだね。普通になんかねご飯行こうとかさ。フランクフルトじゃねえかよ。<laughs> <laughs> 話変わってねえじゃねえかよ。 いやいやいや誰もフランクフルトって言ってないじゃんね焼き鳥行こうとか焼き鳥じゃないんだから複数のキープじゃねえかよそれだからあなたねそういうの離れなさいよもういい加減いやいやいや合わせちゃうんじゃないのだからねあのなんか普通に誘ってほしいですよねあまあライトな感じではいはいはいポップにーンね例えばなんかチケットとか持ってたりしたら一緒に行こうとかああはいはいはいちょっと軽い感じで誘って で無理だったら無理でまた次ね的ななんかねあそれから友達になっていくからがいいのかななんて思うんですけどうんそう伝えていただだきます、はい、いだから一番いいのはですね、はい、あの今お祭りとかいっぱいやってるんでお祭りに、まあ、2人じゃなくても何人かで行ってもらって、うん、何なら機長に、はい、え飛行機出してもらって、うん、で行きまして。うん でそこで屋台行って何食べるかっていうのをはい、はい、まあうん、うん、今日ちょっとこのランキングの様子をお渡ししますんでうん、うん、これで彼女の性格を把握した上で <laughs> えでどうするかっていうてかかないんですけど、ね、るわこれからか、えー、だからこれでもうあれですわあのなんていうか、えー、フランクフルとか焼き鳥が食べたい言ってきたら、うんね、はい。 確定です。はい、ありがとうございます。各編、はい。各編ってことで。<あ> <laughs> そう、伝えていきます。すはい、お願いします。やまだでも、やっぱり。<laughs> 言わないとわからない時がありますからねまあそうそう言ってもかんそうそう思ってるのなんて気づかないんです女子意外と<ん>だから誘わないと何考えてもわからないのでいいと思います <laughs> こっちだってそのフランクフルトとかあのたこ焼きの金玉の下り言うの結構,結、ね、結構勇気言うので <laughs> いや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 これをちょっと実践していただきたいという話ですは、ね、よろしくお願いします <laughs> どうですか <laughs> 大丈夫ですか <laughs> あ OK わかりました 満足です。もうもういいって言われてるない。<laughs> いや解決しましたので OK って意味です。あ、あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ人生いろいろのコーナーでした。参考に。 メール。変だよね。うん、まだメール見てないわけよ。開けたやつなんでした。あ。これどうする。ちょっと待って。俺も今見えしみれんしな。違う違う。そうでもないんだけど。いや、これ、ちょ。っと、どうしようかな。いや、やめとくでしょそうだな。そういう番組じゃない。そうだな、そうだ。これも。 見てみて。エロボーイなんつうのつよ？こいつ。全部エロボーイじゃねえかよ。あ <laughs> あ<ー>。やるやし。やるな。<laughs> でも三枚三つ目はいいかな。いやだってもうエロボーイエロボーイエロボーイシュプリームでしょ。<laughs> もうダメじゃないかよ。<laughs> <laughs> <laughs> もうダメだわ。メール来てないことにしようぜ。いやいや,いやいやいや。

さあ、早見かっこ正規ラジオ、今日テーマが勘違いということで、はいはい、メール来てもらってます。いただいております。えー、では、こちらの方三3通、うん、目の方任せます。はい、では、えー、エロボーイさんから来ております。浴衣はノーブラノーパンであってほしいという。あ 要望でございます。これどうなんですかちょ、男子は全然知らない世界。ですよ、えー、やっぱ、あのー、大きい方は胸が。なんか、あのー、つけない人もいるらしいですよ。えー、スポーツブラ的な感じで着たりとか。はいはいはい、あ、じゃあ、一応、もう、完全にノーブラノーパンで。つけてる人って、いいそう、いいないと思うよね、うん。でも、あのね、下着の格好下の方。見えないように。 着たくないっていう人は一ち聞いたことあるんですけど、やっぱり見えないようにっていうのはどういうこと？要は線とか。あ、そのなんか下着の,ラ下着のさラインを見えないように着たくないっていう人はいたんだけども、うん、うんね、むっちゃけ言うと、あの確かにその浴衣の中身がノーブラの番だとしたらよ、うん、おいってなるけど、お<い>えっとね、お<い>本当にそれでいいバーっていう気持ちもある <laughs> どういうこと？ ノーブラノーパンの女と歩いていいバーという,ーおおう気もするそういうことねちょ,ちょっといいよいいよ完全に変態じゃないですかもうだからよ <laughs> まあまあまあでもそういうなんかね着物の着方みたいな感じもあるらしいですよああそう<え>あ<ー>そんなエロいとかの意味じゃなくてこれはでもちょっと男子は,分かんないっすなはいはい、はいはい、続いて、うんえー、と僕でいいですかねはいはい a 先狂ったひまわりのように底抜けに明るいはやさんたこ頭、えー、部がすっかり晩秋の予想いの世紀さん <laughs> こんばんはもう <laughs> ちょっと、ね、涼しい感じねありがとうございます誰やね。 はい、今から嫁と東京駅近くの大型書店に医学の専門書を探しに出かけますがというのも最近嫁が私医者になると言い出し<ら>僕を困らせます、えー、そこでお悩み相談ですが、はいえー、ただでさえ人並み外れたアホな嫁の勘違いを諦めさせる方法を400字詰めの原稿用紙5枚以内でアドバイスい,かいただければありがたいです <laughs> ではでは放送頑張ってくださいということです。 嫁さんが急に何医者になりたいと言い出した<ー>でもこれはもう悩みの解決方法としては簡単です何でしょうかじゃちょっとお嫁さんっていうところが引っかかりますけど<ー>まずはごっこから始めようって誘ってみるてまたそこいやいやもうそれしかないんだって最近 <laughs> どうしたの <laughs> 何がですか最近大丈夫リコピンが効いてるかもしれない <laughs> リコピンの過剰摂取でちょっと <laughs> <laughs> 夜的な はい、だからもうそういうことです。だからもう医者になる、いや、今夜なろうっていう話ですよ。なるほど。ええ、じゃあ、一回ごっこをしてみて、本当にできるか。あ、そう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 。ね、試すのも。いいいんじゃなか医者ってもいろいろあるからね。そうですよね。うん、うん、うん、うん。ま何ごっこか、お任せします。まあね。はい、ありがとうございます。続いて、えっとですね。はい、僕行きましょうか。はい。はい。 早見さん、正規さん、毎度。宗谷先生、イビン。ありがとうございます。勘違いはしょっちゅうありますよ。先月は特に多かった。シフトは分かってるんだけど、曜日の感覚がおかしくなって、結局勘違いするという。わかるわー。私の中では早く仕事が落ち着いてくれと願っているんですがね。やりたいことも溜まっているし、やるべきことも溜まっているので、もうなんだかんだで忙しくしておりますということで、宗谷先生からいただきましてありがとうございます。はい。 なんかね、この夏とか、そうそうそう忙しかったりしますね。あの慌ただしい感じね。あのー、忙しいとさ、あのーはい、勘違いすること増えるよね。多いですよ。にに私も結構それがあってミスだったりなんだかんだ起きるんですけど、うんうん、やっぱそんな時だからこそ落ち着いてうん、うん、ね整理してやるべきなんだと思うんだけどもね、なかなか。たまに週末仕事が入ると。はい。今日日曜日やっしっ。しょっちゅう言ってる気がする。わ <laughs> かる。<laughs> 明日仕事やっしって、なんか言ってる気がする。わかる。昨日言ってた、早めも。あ、俺も昨日言った。<laughs> 明日仕事やっし、みたいな。<laughs> なんか週始めね、結構。わあ、<ー>なんか、なんか食らうよね。食らうので。 日曜日はちょっと休みたいっていうのもあるんだけどなかなかねまあまあもう職業柄といいますかまあまあっていっても僕月曜日はもう夕方からの仕事なんで全然いや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 これこれ,これから仕事これからのいやいや今だって <laughs> あの今,今この番組からが仕事 <laughs> おい <laughs> その前から始まってるんだってあ、そうですかね、そうなんですよ、気をつけたいですね忙しいからこそ勘違いの方もねありがとうございますありがとうございますでも本当に暑いのでちょっと体調管理も気をつけてほしいですよそうですねだから本当ねいろいろと今日あの霜よりの話も多く出ましたけどまあ夏だからねまあ夏だからね暑いねよみんな暑くなってねそのモヤモヤしてくのモサモサ なるんでしょうね。なるんだと思いますよ。なってなる。そうそうそう。だからちょっと気をつけないといけないですね。女性の方は。あ、そうだから女性にしっかりしていただこうって話です。いや,いや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 。危ないですよ。そういう男性にはね。なちみん <laughs> <laughs>、えー、さん、はい、勘違い。あれ、早見、胸膨らんでるでしょうって。いや今日、なんか洋服がかね。<laughs> あなたの胸を見てもため息しか出ませんけれども。<おい> <laughs> リコピンが一気に消化された気がする。いや理想はね、ちょっとね、CO いっぱい。まあね。だけどまあもう大きければ大きいほどいいっていうさ。あれあれおい。なんで最後までそういう話に持ってくるの前よ。女性の。あ女性のむねさんもね。うん。良かったわ。いやいや全体的に。あの今更ですけども、九月なんですよ。九月入りましたね。ね。はい。どうすかな勝地さん九月は。 9月ね、なんだろうね、な、うん、うん、何でしょうか、別に何も、忙しくはない、忙しいですよ。ああ、じゃあもう勘違いがまた爆発するかもしれないです、はい、そうなんですね。 勘違いやろうが。でも勘違いしていい勘違いもあるからさ。いいと思うわけよ勘違いしても。一応な。そっから。ちょっと暴走しなければ。だから。なんか今日の番組のことを言われてるようで。いや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 。いいと思いますよ。まあな。いいよね。いいよ。楽しんで勘違いで。周りの人が助けてくれるからな。いやそうかね。あんまり勘違いしてるぞ。こと言わよってくれると思いますから。そうですね。大いに勘違いして。はい。 いきたいですだからです、ね、僕,僕らも勘違いやろうって言われないようにしないといけない。 そう、まあ、だも、でも、この一週間で、僕らが勘違いやろうじゃないってことは、もう十分証明できたと思いますから。うんね、はいはい、もう、お悩みも解決できましたし。ありがとうございます。あら、なつみんさん、今月誕生日ってことで。あ、そうなんですか。ありがとうございます。いつでしょうか。あのー、教えてください。その週に、おめきし、みんなでお祝いしたいですね。ね<え>、うん、いつでしょうか。かなつみん祭りをやろう。やりましょうよ。テーマなつみん。<laughs> <laughs> もう、ネタじゃねえかよ、答、ま 今日のフランクフルートに続いてねあ,<ー>ありがとうございます <laughs> でははい、今日もお時間がやってまいりましたまた来週ですね夏のことについてまたテーマしたいと思います、はい、ではまた来週お会いしましょうではさようならじゃねありがとうございますあれさよなら言わないのさよなら <laughs> <laughs> なんか <laughs> ありがとうございましたあ、29日ってうん、29か最後の週ですね 嘘。うそう土曜日やし。土曜日やし。<laughs> 月曜日いねえのか、この間。<laughs> でも、来週なんかね。お願いしましょうよ。ねえ、なんかできたらいいな。はい、私も近いですよ。あなたでもそろそろじゃないですか。<ー>そうですね。すねあれでしたっけ。6日ですね。ね嘘。はい。ああ、いいよ。来週じゃ、みんなで一緒に。やりましょうよ。来週だな。あら。なんか9月多いですね 九月は六のやつがいない。こらこら。九 <laughs> 月はあれなんですよ。めでたいんですよ。そうか、じゃあ、来週はもう中地、中地スペシャルだな。いや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 、もうすぐ五分で終わりますよ。テーマ、テーマ、五分で終わっちゃいます。そうか。